2月25日日曜日、アナハイムのホテルで、オレンジ郡日系協会による2018年度の新役員就任式と功労者表彰式が行われました。オレンジ郡日系協会は1986年に設立された非営利団体で、さまざまなイベントのほか、文化、教育、福祉サービスなどを通じて地域社会への貢献活動を行っています。イベントではまず今年度の新役員が紹介され、今期で6年目の就任となった会長の藤田公子さんは、過去皆さんに支えられて今の自分があります。今後もよろしくお願いしますと話しました。続いて日系諸団体の代表者らがそれぞれ挨拶、そして功労者表彰が行われました。今年は書道同好会を主催する高橋正弘さんと、高齢者の福祉サービスを行う敬老に対して感謝状が贈られ、厚労省では iPad セミナーの世話役、吉村幸典さんと、ロサンゼルスやオレンジ郡で日本食レストランを運営するホンダヤインクが表彰されました。会場には会員を中心に151名が出席し、元 LAPD 副本部長のテリー原さんによるキーノートスピーチや、いけばなのデモンストレーションなども行われました。6年目になるんですけれども、今までやってきたことも継続ということで、もっと多くの方々にいろんな形で OCJ の、サービスを広めていきたいと思います。今年は特に大谷選手が OCJ に来てくれるので心強く思っております。みんなで頑張って応援したいと思っています。3月2日と3日の2日間ダウンタウンロサンゼルスでジャパニーズフードフェスティバルが開催されました。このイベントはアメリカにおける日本食文化の普及を目的に活動するジャパニーズフードカルチャーアソシエーション主催によって毎年行われており、今年も大勢の日本食ファンでにぎわいました。バラエティに富んだ食品とお酒を用意した大手の日系食品卸会社、そして唐揚げ、たこ焼き、お好み焼き、ラーメンなどのカジュアルフードの人気ブランドなど、合計64の企業や団体が出展しました。The food is delicious. We're having a great time. Oh yeah, it's so good. イベントでは一般客向けの試食、PR のほかに、業界関係者を対象としたワークショップやセミナーも行われました。ダウンタウンでは今回が初めて、それも2日間です。それでまたバイヤーの人たちがたくさん来てくださった。こんなに日本食を愛するアメリカの方々がたくさんいるということに、特にまた若い人もね、来てくださったことに非常に僕は今回感激しております。ステージ上では巨大マグロの解体ショー、メガロール作りなどが披露、そして今回も日本各地の地産品に焦点が当てられ、徳島、豊橋、浜松市などがそれぞれの名物を紹介したほか、旅行関連業者が観光 PR を行いました。Japanese culture? I think it's a remarkable culture. Such a variety of beauty and harmony and just fun. 日本食は日本文化の一つなんですね。それもすごい大きな分野を占める分野が僕は日本食だろうと思ってるんですね。そうするとこれをやることによって、もうどんなに不況が来ようがと、一度根付いたものは皆さんに愛されていくということで、ですから僕はこれは続けていきたいなというふうに思ってますね。2日間行われたイベントには3500人以上が来場しました。トーランスクラフトマンズギルド主催による春のアート&クラフトフェアが3月17日土曜日、トーランスカルチュアルアートセンターで開かれます。地元の工芸家らによる手作りの商品が多数出品されます。詳しくはご覧のウェブサイトまで。シスターシティアソシエーションオブハンティントンビーチによる第5回ハンティントンビーチ桜祭りが3月18日日曜日午前10時半からハンティントンビーチセントラルパークバンドスタンドで開催されます。入場料は無料です。詳細はご覧のところまで。ソーカルジャパンはインターネットでもご覧いただけます。 utbhollywood.com ソーカルジャパンのページにアクセスしてください。